皆さんこんにちは。今ハノーファー中央駅に向かっています。ハノーファーはまだロックダウンでほとんどのお店が開いていません。ですが3月1日から美容院は開いているので、今日は3ヶ月ぶりに美容院に行ってきます。ちなみにドイツで電車に乗るときですが、日本のように改札はありません。勝手に乗って勝手に降ります。チケットの買い方や罰金についてはまた別の動画で紹介したいと思います。さてハノーファー中央駅に着きました。電車の中にもおトイレはありますが、今日は大きな駅だと大体ある有料トイレについて紹介したいと思います。ドイツの何が不便かというと、日曜日にお店が閉まることとトイレを探すのに苦労するということです。そしてトイレも大体有料なので、ドイツではいつも小銭を持つことをおすすめします。駅構内にあるお花屋さんです。ロックダウンでお店の中には入れませんが、花束を作ってもらったりすることはできます。人との距離 1.5 メートル空けてマスクしてとどこにでも書いてあります。さて見つけました。ここが有料トイレです。使用できる時間とマスク義務と書いてあります。1回の利用で1ユーロ必要です。お札しかない方はここで両替できますが、5ユーロ札と10ユーロ札のみですね。あとこのアウサーベトリープ、ドイツの機械でよく見るのですが、故障中という意味です。さて中に入ります。2ユーロを入れてみます。お釣りの1ユーロと、そしてここにチケットが出てくるので忘れずに取ってください。ちなみに子供はここをすり抜けれる子であれば無料で利用できます。あと映ってはないですが、おむつを替える部屋も無料で利用できます。そして出る時ですが、出口専用のところはなくて、入ってきたところからそのまま出ます。さて先ほどお金を払った時に受け取ったチケットですが、駅構内にあるこの表に書かれたお店で50セント分使うことができます。右下にスターバックスがあるので50セントのチケット使ってみようと思います。スターバックス店内での飲食は現在は不可能ですので、お持ち帰りのみになります。そして店内には2人しか入れません。ピッテアプシュタンドハルテン、アプシュタンドは距離、ハルテンは保つという意味です。店内での撮影は難しかったのですが、スタバの店員さんってやっぱり優しいですよね。駅構内のチョコレート屋さんです。閉まってますが、イースターチョコレートかわいいですよね。です、インフェクチオンスステーション、大きい消毒ステーションです。使っている人を見たことがないですが、ここに手を入れれば消毒液が出てきます。ニーダーザクセン州の州都ハノーファーの中央駅です。かっこいいですよね。こちらがセンターです。とても静かです。そしてパトカーも見回りしています。マスクしているか、大勢が集まっていないかのチェックでしょうか。ロックダウン中に閉店したお店をよく見かけます。ここには以前フォッシルが入っていました。現在ハノーファーは花屋さんと書店のみ開けていいことになっています。こちらは新しくオープンしたレゴのお店。早く普通にお店が開く日が来ますように。さて地下鉄に乗って日本人美容師さんのところへ向かいます。私は今日電車のターゲスチケットを買ったので、スタンプを押したりせずに乗車します。
この行き先を示す路線図、なんでここに置くのか、電車が来たら見えなくなるので何度もイラついたことがあります。ドイツの電車の座席ですが、日本のようにふわふわしていません。タバコの火をつけたり、いたずらする人がいるからと聞いたことがあります。パン屋でミニクロワッサンを買ってきました。頬張りながら美容院へ向かいます。ドイツにいても日本人の美容師さんに髪の毛を切ってもらえるなんて本当にありがたいです。カットもカラーもしてもらって、すっきりした気分でまたハノーファーのセンターに戻ります。私が美容院にいる間、子供たちの面倒を見てくれたお母さんにお土産にお花を買って帰ります。電車の時間まで少し余裕があるので、駅前の百貨店カウフホーフの地下のお酒コーナーを見に行ってみましょう。こちらはワインのコーナーです。フランクライヒはフランス、イタリエンはイタリア、ウーバーゼーは海外、ジュードアフリカは南アフリカ、ドイツランドがドイツです。去年の夏、ドイツのリューデスハイムで出会ってからハマっているゲオルグ・ブロイヤーのワインが売られています。ドイツといえば白ワインリースリングが有名ですよね。こちらのロバート・ヴァイルも美味しいです。このリースリング・トロッケンが私は好きです。ハルプ・トロッケンは中辛口です。あとシュペート・ブルグンダーはピノ・ノワールのことです。こちらには高価なワインが並んでいます。これは五大シャトーのシャトーラフィット・ロートシルト。これを飲める日がいつか来るのでしょうか。こちらにはシャンパンがずらっと並んでいます。そして他のアルコール類もずらり。日本のウイスキーがあります。嬉しいですね。もちろんドイツのビールも並んでいます。クラフトビールもたくさんあります。片っ端から飲んでみたいです。さてお腹が空いたので、魚介類専門のチェーン店のノードツェに寄ります。いろいろ美味しそうなのですが、私のお気に入りはこのマーティエスバケットです。塩漬けされたニシンが挟まれていて、とても美味しいです。1つ 2.99 ユーロです。ドイツに来られたらぜひ食べてみてください。次回はドイツパンについての動画をアップする予定です。もしドイツについて知りたいことやリクエストなどがあれば、ぜひコメント欄に書いてください。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。